パーキングエイドシステムが正常に機能するためには一定の基準が満たされていなければなりません。システムはあらゆる道路条件や天候条件で機能するわけではありません。フロントおよびリアバンパーと車両の各コーナーに配置されているパーキングエイドセンサーは常に清潔に保つとともに氷や霜、泥または検知経路を遮るようなものが付着していないようにしてください。また、 子供や動物などの動いている物体については、それらが危険な距離に近づくまでセンサーでは検出できないこともあります。その他にも突き出ている物体や柵、薄い障害物なども検出できないことがあります。ドライブギアを選択した状態でゆっくりと駐車スペースに全身で侵入しながらタッチスクリーンのパーキングエイドアイコンにタッチします。フロンントとササイドにあるセンサーが作動し パーキングエイドアイコンの上のインジケーターが点灯して選択が確定されます。タッチスクリーンには車両とその周辺を上から見た様子が映し出されます。ディスプレイにはステアリングホイールの位置に基づいて予想される車両の経路と車速が表示されます。車両周辺に障害物があると色付きのブロックでタッチスクリーン上に表示されます。 この色付きのブロックは検知されている障害物との衝突の可能性と危険性のレベルを表します。物体が検知されているときは警告音も発します。車両が物体に近づくにつれてこの警告音が鳴る間隔が短くなり物体とバンパーとの距離が 30cm 以内になると警告音は連続音に変わります。常に車両周辺に気を配り必要な場合は行動を起こせるようにしてください。 映像の表示を取り消す場合は画面右端にあるバツ印にタッチします駐車スペースに更新で進入するときはパーキングエイドシステムは自動的に作動しますフロントリアサイドのセンサーが自動的に作動しパーキングエイドアイコンの上のインジケーターが点灯してシステムが作動していることを示します車両後方にアクセサリーを装着している場合はシステムが示す距離はバンパーから物体までの距離であり 装着されているアクセサリーから物体までの距離ではないことに注意してください。リアバンパーに取り付けられているリアカメラからは、車両後方からのカラー映像が自動的に表示されます。リアカメラの映像は画面左側に表示されるのに対し、画面右側には車両の上から見たパーキングウェイドの360度画像が表示されます。リアカメラからの映像には、更新のラインとパーキングガイドのラインが重ねて表示されます。 実践は、予測される車輪の軌跡を表しています。点線は、車両を安全に操縦できるドアミラーを含めた幅を表しています。短い水平線は、ラゲッジコンパートメントのアクセスガイドラインです。ラゲッジコンパートメントにアクセスする必要がある場合は、このラインよりも後ろに下がらないでください。色付きのブロックは、パーキングエイドセンサーが物体を検知していることを示しています。 この物体に近づくにつれて警告音が鳴る間隔が短くなります。物体とバンパーとの距離が30センチメートル以内になると警告音が連続音に変わります。車両周辺エリアに常に気を配り車両から物体までの距離を判断してください。また必要に応じて適切な行動が取れるようにしてください。カメラアイコンにタッチします。タッチスクリーンに表示されるカメラ映像にはフロントグリルに一つ。 リアバンパーに一つ、両側のドアミラーに一つずつ、合計4つのカメラが使用されています。車両の画像は画面中央に表示されます。矢印アイコンにタッチすると、それに応じたカメラ映像が選択されます。映像は2つまで同時に表示できます。360度アイコンにタッチすると、バードアイビューが表示されます。 パーキングエイドシステムはパーキングにシフトするか時速16キロ以上で全身走行した時点で作動解除されますパーキングエイドシステムの作動が解除されるとパーキングエイドアイコンの上のインジケーターは消灯しますこの機能の詳細やその他の機能については取扱説明書をご覧くださいご不明な点についてはジャガーランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください 喜んでお答えします。